池嫁殺しの池は、長野県長野市にある池。明治時代初期に、周辺の田畑に供給する、農業用水を確保するために建設された、広さ1ヘクタール程度の小さなため池である。嫁池ともいい、地元に伝わる嫁と姑との確執が生んだ悲劇を、その名の由来としている。嫁殺しの池にまつわる伝説として、要約すると、以下のような物語が言い伝えられている。 池のほとりの小さな祠こで示した要約では、嫁が田植えを完水したとあるが、結局ついたで終えられずに疲れ果て死んだという話も、ある。さらに嫁の死後、赤い米が取れるようになったという話もある。ただ、物語の最後にある、水が噴き上がり池となったという部分は、池が誕生した以降に付け加えられたものであると、考えられている。実際、物語は、 池ができる前から言い伝えられており、池となっている場所はかつて水田だった土地である。地元では、こうした言い伝えから、死んだ嫁のたたりを恐れ、異霊のための祠を作った。それは現在でも池のほとりの小高い丘の上にある。その他、人手を募ってでも田植えをついたちで終えるようにしていたところもあり、嫁と姑との関係を良好に保つよう努めているとも言う。 嫁殺しの池は、長野県長野市新港町三水寺村うるし、長野県道70号長野新州新線沿いにある、JR 新越本線及び、篠ノ一線、品野鉄道の篠野井駅より、新州新町駅のバスに乗り30分程度。池を通過し、ツ鶴湖にかけられた、久米の地橋を渡ると、国道19号新久米路トンネル手前に出る。お助け。 地蔵菩薩周辺の道路は、道幅が狭く入り組んでおり、集落で暮らす住民の生活道路でもあることから、交通量も相応にあるので運転には注意を要する。湖畔にある、お助け、地蔵菩薩は、かつて池に乗用車が転落した、交通事故を痛むとともに、交通安全への願いから混流されたものである。ありがとうございます。